そろそろ桜も見ごろよね。週末お花見行こうよ。どこか穴場知ってる？人が少なくて桜が綺麗な場所。花見スポットはきっと人が多いよね。近所の川がいいんじゃない？コンビニも近いし。そうしようか。お弁当作っていこうかな。いいね。じゃあ私は飲み物とかおつまみを買っていく。ありがとう。シートとか割り箸とか紙コップ類は適当に持っていくね。オッケー。そういえば週末の天気はどうなんだろう。ちょっと待って。見てみよう。晴れのち曇り、降水確率 30% だって。大丈夫そうだね。寒くないかな？花冷えって言うし、まだ寒いかも。そうね、念のためカイロと上着を持っていこう。楽しみだね。うん、楽しみ。